はい、今回はサプライズハッピードールの2人目の子をお迎えしました。それでは開封したいと思います。よいしょ。1人目は金髪の女の子だったんですけど、今度は金髪じゃなくって被らないといいんですけど、あれ倒れちゃう袋が、まあいっか。あ、これはよいしょ。はい、この子が来ました。ちょっと紙を見て名前を調べたいと思います。この子は今日はですね、この子はおっとりタイプのビーマリーちゃんです。花の栽培が趣味で、花を使った占いが当たると評判に、時々未来が見えることがある。ハッピーチャンス、大切な人に出会えるかもって書いてあります。わー嬉しい。本当は一番欲しいのは影の子だったんですけど、でもこの子も可愛いです。やったー、よかった、かぶらなくて嬉しい。で、今回もワンピースを買ったんですよ。ちょっと開けてみますね。よっ。ワンピースは赤の水玉の袖なしのワンピースが入ってました。この赤いワンピースは金髪の子の方に合うかな。この子にはちょっと合わないような気がするんですけど、後で着替えさせます。はい、ということで、今回は2人目のサプライズハッピードールのビーマリーちゃんをお迎えしました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。